こんにちは、安田徹です。しばらくはちょっと入試の回答集の、仕事をしておりまして、この配信をしておりませんでした。申し訳ございません。まあぼちぼちと、再開をしたいと思います。今回は、こういう問題です。82年の投稿で、82年か、40年前だぜって思うかもしれませんが、実はこの後の方にですね、2022年の、旧工大、九州工業大学の問題があるんですが、ですからそれは2022年と、まあ要するに、出たばっかりということですね。それで、実はこれの類題なんです。問題文よろしいでしょうか。平面上の原点 O を中心とする半径1の円 C の周上に、同一直径上にない、異なる2点 AB を取る。AB の1ベクトルをそれぞれベクトル A、ベクトル B とし、MA たす NB、ただし MN は、整数であるというふうにすると。で、0ベクトルでない、L の、弦のうち大きさの、最小値は、1 A たす B の絶対値、 A マイナス B の絶対値のうちの最小のものに等しいことを示しなさいと言っているわけです。ね、原点中心半径1の円周上に、C を取りますので、まあ、OA の長さ、 OB の長さは1です。ですからベクトル AB の大きさは1です。で、AB にこう整数をかけて足したやつっていうのを作りましてですね、まあどういうふうになるかというと、こういう、まあ、ネットね、こう、ベクトル A がこれで、ベクトル B がこれで、あ、これはナス角が120度の場合です。で、例えば2倍の A と、B だとここに来るわけですね。これを2倍にして、これを1倍にして加えるとこうというのがこう来るわけです。で、ここだと2倍の A たす2倍の B っていうことになります。で、そうやってこう、まあこう視点を作っていくわけですね。こういう斜めになった、そのベクトルの世界のこう視点を作っていくわけです。で、それで原点から一番近いやつを考えようっていうことなんですね。で、それが、まあ、1か、これが、これが A たす B ですね。で、で、これが、B マイナス A になりますかね。で、これがね。で、こういうのをこう作っていって、その一番長さの、短いやつが1かまたは A たす B の大きさか A マイナス B の大きさかと、いうことを示しなさいと言ってるわけです。で、これがですね、実はちょいと難しいんです。で、それがまあ旧工大にもほぼ同じ問題が出ているんですが、何せ変数が整数変数なんですね。こう MN が整数で変わるんです、ね、MN が整数で変わる。で、 MA たす NB の大きさの最小ということです。ぜひですね、これはもう閉じてですね、ご自分でちゃんとやっていただきたいね。で、その時にまあいいや、ちょっと やっていただいてですね、ひとまず話聞くのやめて、ね、いいですか、もう閉じて、もう自力でやっていただきたい。で、その時自分が何をしたのかというところが問題ですね。じゃあ、まあ皆さんやってください。というわけで、これはもう皆さんが、やった後に、再び、ご覧になっているという、状態でお話をしたいと思います。実はですね、
その旧高台の、回答なんですが、毎度言ってるんですが、うちにスタッフがこういっぱいいてですね、そのスタッフの方たちが最初解いてくださるわけです。でそれを見て僕がなんだかんだなんだかんだ言うんですが、でその回答がなんでこんなことするんだみたいなことが、やってあるわけですよ。やってあったわけです。ですごいなって思うんですよね。なんでかというとすごく巧みなことがやってある。それでついていけないもうなんでこんなことするのかな、もっと普通にやったらみたいな。で、実はこんな風になるんですよ。で、MN が整数変数で、ただし MN は00ではない。00だけはダメ。で、一方が0はいいんですが、両方同時に0はダメ。ね。で、本誌って書いてあったね。ちょっと本誌ってこれ受験雑誌大学への数学です。ちょっとこの前ちょっと代数の原稿を書いてる時のやつをそのまま貼り付けてたからさ、受験雑誌大学への数学の回答ですをちょっとここに書きました。まずちょっと これに F という名前を付けました。で、F の2乗ね、しました。大丈夫と思いますが、こうベクトル MA たす NB と、MA たす NB の内積ね、ね、大きさの2乗っていうのはね、こう MA たす、NB の大きさの、2乗、まあ、自分自身との内積ね、でこれの2乗と、これのこう2乗とから、こことここの内積で、M2 乗 A2 乗プラス N2 乗 B2 乗 2MNAB ということになります。で、これが M2 乗 N2 乗 2MNAB コサインシータで、大きさが1ですから、まあ、さっきの式ですね、これになるわけです。さあ問題はここからです。ここからどういう変形をするのかっていうわけです。それで、実は受験雑誌大学への数学の、当時のだから40年前の回答はこうやって変形してあったんです。こう MN がここにいて 2MN がここにいて、こんな風にしてあった。こんなことする？それで、実はその代数の回答はかなりこうキュッとこう縮めてあったので、まあそれをちょっとゆっくりゆっくり書いています。それで、MN が0じゃなくて、かつ MN が同符号の時には、つまり両方とも正または両方とも負の時は、これが例えば正正ね、正正の時はここが正正だから、まあ1以上であると。でここは引いているので、まあ2乗したら0以上であると。だからここが0以上で、ここが1以上で、まあここは正だからね、ナス角は0と π の間ですからね、ですからコサインは1とマイナス1の間なので、これは正になります。というわけで、これは、最小になるのはこれが0でここが1の時に最小になります、ね。というわけで最小値は2倍の1たすコサインシータということになります。で、まあその時これが出てくる。で同様にして、今度は、MN が異符号の時をやろうと。で、その時はまた変形の仕方変えるんだよ。M たす N の2乗と2倍のマイナス MN1 ひくコサインシータね、こんな風にこうするということで、まあ一応、解けちゃいるんです。
溶けちゃいるんだけども、そんなことするかっていうことですよ。それで、これはやっぱり、MN についての二次式だから、例えば M について平方完成をすると、ね、いうのがよろしいんじゃないでしょうかというわけです。で、まず M について平方完成をする。あ、まだちょっとあの回答じゃありません。あの実は、手こずるんです。つまりこう、もう別に普通にこう平方完成して やれば解けるじゃねえかと言ってこう始めるんですけど、そのうちうってなるんです。そこが問題なんです。で、まず M について平方完成するとこうです。で、 N を固定して、整数 M を動かすときに、こいつ、あ、こいつの絶対値の方がいいね。ちょっとあのタイプミスね、こう絶対値 M 足す N コスシーターができるだけ小さくなるようにすると、ね、例えば、こいつがもし、3.6 なら、これ、最初にね N を固定してるんです。で、シーターも当然固定しておきますので N コサインシーターが固定されるわけです。だから例えば、こんな風になる、ね、例えばあのコサインシーターが0.9 でですね、こう N がこう4とかいう風になると、こんな風に固定されることになるわけです。で、それをできるだけ値を小さくしたいので、こいつをマイナス4にとってやれば、最小になるだろうというわけで、まあ一般に、M 足す N コスシータの絶対値が2分の1以下となるような、ね、いいですか、あの、こう整数の変数なので、なんとか点5までは近づけるっていうようなことです。ということになるので、まあ結局ですね、ここが一番大きくてもまあ4分の1ね、2分の1の絶対値で、ここが一番大きくても4分の1、まあもし幸運なことに0にできるかもしれない。で、まあN を固定して M を動かしたときに、いいですか、N を固定して M を動かしたときに、まあ最小の値はこんな風になるということでございます。さあ、これ困難は分割せよだからね、デカルトが言いました。動くものが多いときにはいくつかを止めて、いくつかあの残りのやつを動かせ。だからまず N を固定して M を動かしました。さあ、これからは今度は N を動かします。これが、ひとまず当面の最小値でありますので、ここから N を動かして全体の最小値を調べようっていうことです。ここで困るんです。先ほど申しましたように、なんで、いや、一応ね、こう固定した N というのがここの中に入っているので、実はここがですね定数じゃないんですよ。ここは N を含んだ値なのです。で、しかも N を見てね、例えば、この値がこう 3.6 だったら、じゃあ僕マイナス4とかって言いながら、こう N を見て M がこう動いてるので、今からさらに N を動かしていくと、それを見てまた M も動かないといけないんです。ここがちょっと嫌なとこですね。あの、これが定数ならいいですよ。これが定数ならいいんですが、定数じゃないから鬱陶しいんです。それで冷や汗がたらーっと流れてくるわけで、気楽な人はいいですよ。気楽な人っていうのはこう、問題見て、あ、解けない、答え見ちゃおうとかっていう人はいいんですよ。しかし、
僕たちはそうじゃないですから、なんでかって言ったら原稿を書かなきゃいけないんです、ね、答え見ちゃおうって言ったらその見る答えがないんです。だから当然のことながら僕たちは冷や汗がたらーっと流れてくるわけです。それで、先ほどの、回答を書いた人だ、まあ誰だか分かっているわけですが、先ほどの回答を書いた方はああいうなんかすごい変な平方完成をするわけですよ。で、こんなことするかと私は思うわけです。それで、ちょっと急がないようにしたらどうなのかというわけです。で、先ほどはシーターが、120度、3分の2パイの熱湯の図を描きましたが、今度は、シーターが、5分の π、ね、なんだ、180度の、5だから、36度ですか、ね、シーターが5分の π の図を描いています。お前本当にちゃんと描いとんのかって言うとそうなんです。でこれは実は、マセマティカにこうプログラムをしておいてですね、パラメータをこう変えてこう書いているんです。まあ最後に図版にするときにちょっと削っていますけどね。基本、ここの角度とかなんかはちゃんと、決めて書いてるんです。で、こうなっているんですが、そうするとまずここの上に、さっきのベクトル A っていうのがまずここにいて、ここにベクトルマイナス A っていうのがいて、でここの長さが1なんです。からベクトル B っていうのがここにいて、マイナス B っていうのがここにいて、でこの長さも1になっています。で、ベクトル A 足すベクトル B っていうのはここにいるわけです。でこれが2倍のじゃない A 足す B の絶対値っていうやつがここにこういて、こっち側がA-B の絶対値っていうのがいるわけです。ベクトル B-A ですけどね。っていうのがこういるわけです。で、そうすると、その最小値 R っていうのが書いてあるんですが、その候補、ね、最小値 R を与える候補は、こいつか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 、こいつ。5分の π の時はこいつは候補から外れるんですけど、それからこいつも実は候補から外れて、こいつが一番小さいんですよね。3分の 2π 最初の図の場合は、実は2つを除いて長さがこう等しかったんですけどね。でこういうのが出てくるわけです。それで、その候補の人たちがまずここの上に乗っているのと、ここの上に乗っているのと、ここの上に乗っているわけです。で実は候補の人たちはここの上には乗ってなくて、ここの上にも乗ってなくて、ここの上にも乗ってないんです。で問題なのはその N を固定した時の N が大きいやつが問題なんだということが分かるわけです。つまり N が0の時はちゃんと候補のやつが乗っていて、 N がマイナス1の時も候補のやつが乗っていて、 N が1の時も候補のやつが乗ってるから、この3人はいいんだけどN を大きく固定した時には、実は候補のやつは誰も乗ってないんです。そこで、N が3の時に一番近いやつっていうのはいいですか？さっきの、思考をそのままやってるんですよ。ね、困難は分割せよ。N を固定して M を動かすってやつ。で、N を3で固定した場合には、一番近いやつはこいつなんです。で、ところが、それを文字のまま N でやろうとすると、
さっき言ったように鬱陶しいことになるわけです。それでこいつが一番近いやつなんだけど、そうじゃなくてさ、こう水線のこの距離を考えればいいんじゃないか。だからこれじゃなくてこれを考えて、なおかつそのこの中で最小を与えるものは、それは実はこいつであると。だからこいつとこいつの勝負をしたらいいんじゃないかということなわけです。で、それを式で追いかけていくときに、基本は二次だから平方完成なんです。ね、それを、やればいいんじゃないかと考えました。いいですか。n の絶対値が2以上の場合は、OP を相手にするより OK、OK というのはこいつですよ。これにこう下ろした垂線の長さ。を間に挟んで、それとこいつを、比べればいいのではないかということです。それで、まあ、あの記号類はあのさっきのやつと一緒です。ちょっとさっきのやつってどこやねん。いや、ここら辺にわーっと書いてあるやつですと一緒です。記号類はね。でまず N が0の時、 N が0の時はma 足す nb の、その nb がいないわけですから ma の絶対値ね。で、そうすると m の絶対値 a の絶対値になります。で a の絶対値は1ですから、これは m の絶対値になります、ね。で m の絶対値の、最小値はそれは1です。あのこれ m 整数で、あの0じゃない、あのn が0の時は m は0じゃないですから、00は除くので、これの最小値は1だということになります。さあ次に n がプラスマイナス1の時には、あのこれはさっきの平方完成の式は使います、ね。平方完成の式はこんな風になります。 n が1ですよ、あプラスマイナス1ですよ、ここですよ。 n がプラスマイナス1の時は、この式をそのまま使って、こんな風になります。で、横軸を m にとって、ね、こう横軸を m にとって、でそう、m は整数を動きますから、1とか0とかマイナス1を動くんですけど、まあ、横軸を実数変数だと思えば、軸の位置が、ね、ここの軸の位置が、ちょっと複合が逆になるけどさ、マイナスプラスコサインシータのところにいるわけです。でこれがあの1からマイナス1の間にいるから、これが1からマイナス1の間にいるから、まあ、軸がここの間にこういるわけですね。でそうすると一番近いやつはどう俺って言ったら、例えばこいつであったり、こいつであったりこいつであったりっていうことになるわけです。その軸の位置に一番近い整数はっていうと、それは、0とか、プラスマイナス1になるわけです。で、0の時はっていうとそれはもう1になるんですけど、1の時はっていうと、まあ、ちょっとあの計算しないといけないけど、まあ、あのさっきの、あの候補の中にいるわけですね。あの m が1だと 1とか1マイナス1とかね、になるから、さっきの候補の中にいるということになります。さあそれで一番あの面倒くさいのがこの、絶対値が2以上の時の話になるわけです。で、2以上の時の、話の場合は、もうあの整数変数っていうのを忘れる。ね。整数変数っていうのを忘れて、いいですか？もうここはどうせ0以上だから、ここが0の時のこいつを考える。それがあの OK ってやつですよ。ね。ここを考える。だから、
その時が、こいつになるわけです、ね、ここが0以上だから残るのはこいつっていうことになります。でこいつと、こういうやつ、 こういうやつがさっきの OD だったっけ、OD、 これ一般のやつの2乗だからね、だからこっちも2乗で考えないといけません。でそれでこいつを計算すると2倍の1引く個数になるので引いてみようというわけです。で引いてみると1引く個数でくくることができて、残りが N2 乗1足す個数と2っていうことになります。それで、ここのコサインが正か負かによって変わってくるから、それでコサインが0以上の時っていうふうにこうやるわけです。でそうするとこの N2 乗が4以上になるから、これここを4にした時の方が小さいね、こう最小になるのは4の時、ここは0以上だ、正だからね、ここね。で4、足す4個数から2引くと2プラス4個数になるので、それは正であるということになります。で同じようにですね、今度はコサインが負の時には、今度は最小の相手がですね、A 足す B の方になるので、いいですか、鈍角の時はさっき最初に見せたやつが320度120度3分の 2π の、例を、見せているわけですが、その時は最初の候補がこっちになるわけです。なので、2倍の1足す個数を引いて、また同じように、やっていくと、ね、コサインが今度負の時ね、だからここは正になるから、全体としては正だということになるということになりますね。どうでしょう。まあカッコ3はね、カッコ2か、付け足しだから、適当に読んどいてください。さあそれで、今度は今年の問題ね、2022年の問題ね。これでね、2022年の問題はね、これね、ものすごいヒントをつけてくれてるんですよ。結局は MA たす NB ってのをやるんですけど、実は整数変数っていうことを無視して解いてみましょうってこう書いてあるんです。いやそんなこと書いてないけど、行間を読むとね、さっき N の絶対値が2以上の時に整数変数って無視して、こう垂線を下ろしてやったじゃない。でそれを出題者自身が書いてくれてるので、その整数変数じゃない時の最小値は何っていうのをこうやってくれてて、それで整数変数の場合が書いてある。で、ところが、なんか要するにそのうちのスタッフの最初に書いてくれた解法が、ここが切れちゃうんだよね。ここまでとここがもう全然別個のことをやるので、要するに出題者の意図が読めてないんですよね。ここはともかく、その整数変数だと難しいから、整数変数じゃない時にどうなるかっていうのを考えて、じゃあそのことを念頭に置きながらですよ、ちゃんと頭の中に置いとくんですよ、ね、はげちゃっても置けない、関係がないけどさ、ともかく、ここまで、の意図は、そのことを念頭に置きながら整数変数の時をやってねっていう話になってるわけ で、うまくね、その出題者の意図を読まないといけません。あとね、回答はほとんど同じだから、自分で、やってみてください。では